よし、最後までやりきるぞ。最後までこの喋りを維持して。うわ、見て、サンドさん見て、めっちゃ見返してる。やばい、泣きそう泣きそう、やばいやばい、危ない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 わ。ちょっとうるうるきちゃうから、こういうの弱いから。さあ皆さん、運命の時間まであと1分を切りました。40秒しかありません。いやー、ほんまに誰が優勝すんねんこの大会。嫁来た。嫁あ、トスコは大丈夫、今日も。あ、そういうことか、そういうこと。銀ですか。今日もホテルビュッフェに行かせてるから、ほんまに。いや、お疲れ様でした、トスさん、トスさん。お疲れ様でした。お疲れ様です。運営ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。いや、よかった。伊豆さんに、あの指導がマジであったのでかかったです。あれ結構分岐点だった。本当にあの、メモ見たときに、僕泣きそうになっちゃって、決勝で見てたじゃないですか。ちなみに今も、今日の大会踏まえておいてメモを取ってますよ。すごい。サントさんらしいな。うん、伸びしろがやばいんですよ、サントさん。専門的な技術をまだやってないんで、ニスクとか。うん、そうですね。そうそう、やってないやってない。無限に伸びるから、次回ダークホースになりそうな。うんうんうん。ニスクはなんか、なんだ、なんか2、30分投資して成功率が何パー以下だったらもうやらないって割り切りをしたんですよ。で、なんか試して。データまでか。そう、ここはもう時間が限られてるから、なんかできるできないの判断をして、で出社選択しました。でもできないのは絶対やらないって、もう出社さんとさんっぽいイメージ通り。うん、いやでも、本当に、うん、模擬6回ぐらいやって抜けれたの1回だけだったんですよ、予選。ずっと模擬でも落ちてて、そう、だいぶ上振れていきました。本当にありがとうございます。伊豆さんのあれがだいぶ手があった。伊豆 VS 畑迫塾のあれありましたけど、一つでも潰せるか頑張りました。本当に初参加、アクサンシアさん並んでね、サントさんも初参加初決勝ですからね。そうっすね、ほんまにすごかった。お疲れ様です。